信長殿、あなたとは短い縁であったが実に楽しかった。長政君、忘れないから。もしも長政君のこと、そのような時代でなければ、私らは良き友としていたのだろうな。一生忘れないから。お願いします。お引き取り。まだいらっしゃいますか。おいちゃん抜きで同盟結んでください。この手をお上げください。お願いします。織田は財産を攻めたりしない、戦もしない。だったらあんな砦もういらないんじゃないかなと思ってね。あなたは実にそこが読めない男だ。この近江を豊かな国にしたい。みんなが幸せになれる世の中を作るって。早急に朝倉と同盟を結んでください。長野さん、わしが朝倉との仲立ちをいたします。よろしくお願いします。お主が織田を討つ、それはできません。あたりがこちらに向かって進軍中です。わしはあの方をお守りしたい。そのお気持ち分かります。うちは我が子。そうだよ。何故このようなこと。朝君が裏切るわけないよ。そんなわけないって。織田が国民もらい受ける。これからも兄上と戦うのですか。もう後戻りはできない。明日友達を殺しに行くんだ。憎み合って戦い続けるとか、そんなのもうやめようって。兄上と戦わねばならぬんですか。俺たち友達だろ。分かってくだされ信長殿。重くだろ。済んではなりませぬ。時として友情よりも大事なものがあります。わしはこの命をかけて必ずやあなたを撃ちます。あなたの勝ちだ。勝ち負けなんてどうだっていいだろう。俺は長政君に死んでほしくないんだよ。信長殿、巡り合ってくれたことを心より感謝しておる。